今回はアジア競技大会の最終日のまとめの動画やっていきたいと思います。もう最後の動画ですけども、男子の団体銅メダル、ということになりましたね。おめ,おめでとうございます。結果は、台湾と対局して、4勝1敗と、関九段だけね、惜しくも負けてしまったんですけども、他の4人の方がね、勝ちまして、メダル獲得と、 ありました。特に一力九段はかなり頑張りましたね。苦しい号を逆転勝ちだったので、やはり、日本のね、エースとしてのね、責任をね、役割というかね、出したのかなと。で、韓国との対局ですね、前日の準決勝ですけど、これ、あの、 結果報告だけだと思ったんですけども、岐阜もね、公開されましたね。全曲、岐阜も公開されてまして、まあ、気になる方はね、無事で見ていただけたらなと思います。で気になるね、情報が一つ入ってきまして、朝日新聞の大出記者のインタビューの情報なんですけども、どうやら一力九段が体調を崩してまして、まあ、昨日の台湾戦とこの、 前日のね、韓国戦。この2曲ともですね、39度の高熱を出した状態で、どうやら対局に臨んでたようですね。まあどうしてこうなってしまったかというと、やっぱり日本代表だけ補欠がいなかったので、その代わりの選手いなかったということで、まあどうしてもね、休めなかったのかなと、やはり一力九段責任感強い方ですから、 まあ普通はもうこれ本当に休んで欲しかったですけどね、気持ちとしては。やっぱり、体の方がね、一番大事なんでね。やっぱ心も、一力さん本当に初日から個人戦も頑張ってましたから、心もね、体も、勝ってればよかったんですけどね、まだ、かなり限界が来てたのかなと、それで、内情崩してしまったのかなと思いますね。ちょっとね、この、岐阜をね、振ってきたいと思います。 えー、韓国戦で黒番が一力九段、白番がパク・ジョンファン九段ですね。まあ39度の高熱あったら普通は、もう対局すらできない状態なので。まあ二度とね、こんな悲しいね、ことにならないようにね。次の大会からやっぱり補欠の選手をね、何としても送ってほしいかなと。やはり、相当きついですから、 デジュール的にもね、あの精神的にも、体力的にも。で黒板が一力くだね、かなりね、難解な席になりましたね。序盤から、左上が結構放置されてる状態から難解系に引きずり込みましたね。 あこれは、黒がつけたってことは、この黒から何回に誘ってるわけですので、白が受けて立ったという形ですね。結構やってまあ本当に対局できてるだけでも奇跡みたいな状態ですけどね。命削る戦いだったかなと、思いますね。普通は、対局、できないですからね。やっぱ 団体戦ということもね、あって、どうしても休めなかったのかなと。で、こうやって。まあ、これもね、難解定石で、ね。まあ、いくら事前に、あの、AI 使って研究できるとはいえ、もう一歩でも間違えたらもう大変なことになりますから、潰れる可能性すらありますから。こうやって。まあ、白は、これ外回りで。 ま、黒の、次で取れてますので、次で白後が2手で、え、外側の黒は3手ありますから、これ攻め合いって勝ってますから、白の外回りと、え、黒の実利ということで、ま、この分かれなんですけど、ま、どちらかといえば黒持ちの人が、ほとんど5パックだと思うんですけど、どちらかといえば黒持ちの人が多いかなと。ま、黒の確定時多いですし、ま、上辺も頭出してますから、結構いい形で。 この厚み働かせるのって結構難しいので、この後の打ち方が。やっぱり確定時っていうの大きいですので、プロ持ちの人がね、多いかなと思い,思いますね。布石やや黒がポイント取りましたね。結構背石も黒良くて、上辺のこの厚みも結構いい感じに黒がね、頭出して消してますので、この右上の背石も黒結構いい一石なんですね。 で、これ二間いい手ですね。これはね、厚みをね、消してる手で。あの、地味なような手に見えて、めちゃくちゃいい手なんですねで。こうやって。これもいい手なんですね。やっぱり、厚みやっぱ消してるんですね。一歩一歩、消してると。で、これもね、やっぱ地味な手のように見えてお、お互いの根拠の要点なので。で、黒滑りに回りまして、 この時点での平成なんですけど、布石は黒がね、あの、成功しました。どっちかっていうと、黒弱い石が一つもない状況で、確定時をリードしてると、しっかり四隅取っててリードしててね。やっぱこの厚みを働かせるっていうのが白が相当難しい語形なので、えこれ一力九段ね、あの、ポイント取ったと言っていいかなと思いますね。ここで白が早くも勝負で打ってきました。別に苦しいと見てるわけですね。ここに付けてきたんですね。 これは勝負手ですね。やっぱりこの、世界のトッププロっていうのは、この形成判断、正確にできてますよね。で、勝負手か。やっぱり強いですね。フルシーゴも逆転する技術を持ってるわけですね。これ鋭い勝負手でしたね。で、こちらに打ったんですけど、これがね、あの、守って、 たでね、悪い手ではないんですけど、ちょっと固い手で、あの、滑った時点では黒がややリードだったんですけども、これで、形成不明の5にはなってしまったのかなと思いますね。それではワンポイント解説したいと思います。この5をね、AI 使って調べたんですけども、これがね、鋭い勝負手でしたで。ここまで黒が優勢で、 実践ここに打ったんですけど、ここでね、あの、悪い手ではないんですけど、ちょっと、硬い手だったようですね。守るだけの手なので。で AI が示してたのは、ここですね。この、跳ね出しを決めて、これ何かね、繋ぐと思うんですけども。でこれで、ここできるんですね。ここに出て右に切りましてで、左に切って。どうやらこの図が良かったようですね。なんでこの図がいいかっていうと、 隅の黒字ね、結構大きいんですね。で、下辺結構あの、裾脇なんで、羽で消してるんで。で、まあ左辺のね、厚みもともと強いしなんで、まあこんなもんで次を利かして、まあこれでいい形で模様かなり制限してますからで。隅の字がやっぱり大きいので、えっと、AI っていうのはね、字を、まあ、空定字をかなり高く評価してるんですね。この字を得する手をですね、 評価してまして、この図がどうやら良かったようですね。まあ、実践ここの手の進行なんですけども、やっぱり一力さんすごい手狙ってたんですね。ただ、この手が地味な手のように見えて、かなり大きいお互いの急所なんですね。まあ、黒の次が先手の場所ですから、めちゃくちゃでかいですね。で、ここで、この手を狙ってたんですね。まあ、出切りはある場所なんですけども、 さらに厳しい手を狙ったと。いうことで。うん、こっち選択したんですけども、これね、隅黒字だった場所が白字になってしまって、かなりリスクのあるね、攻め方だったようですね。これどうやら字を損してしまったということなんですね。この外側の白に対して、あの、得できないと字を、あの隅黒字だった場所白字になってますので、 地を損してるわけですねで一力九段としては、この外側の白の攻めで、えー、地の層は回収できるということだった、予定だったと思うんですが、こうつけて切る手が、うまい、めちゃくちゃうまいしのぎでしたね。切られて。うん、これでどうやら折れないですね。これが先手で決まって、で、いってここ守って、 ここ守らないといけなくて。で、これで、隅もね、生きる手順にま、も回られて、こうなってみるとね、はっきり白が得した、こうになったかなと隅の字を得して、なおかつ外側も、結構白強い石になってますから。その手順に、押さえる手順に回られて、黒もこの生き方辛いんですよね。これ最、羽も、まあまあ、 すがりは黒の権利ですかね。まあ、一応最低限の黒の域なので、そんなに大きい生き方ではないですから、どうやらね、ここら辺で、うん、苦しくしちゃったようですね。まあ、一応これも生きたんですけど、やっぱり生き方が小さくて先手を取ったシルが大きいね、場所に回って、こうなってみると、あの、 序盤はね、黒の確定時多かったんですけども、やっぱ左下の黒字が減っちゃって白字になっちゃうっ,っていうのが大きくて、どうやら白が優勢となってるわけですね。この後はもうしばらく垂れて、白の強しがちとなりました。まあ、内容的には、これ全然悪くなかったかなと思いますね。あの、悪性はなくて黒に。悪性はなかったんですけども、ちょっとね、あの、左下で相手が出てしまって、それを、そのわずかな隙を、 続いたパク・ジョンファン九段がやはり強かったということかなと思います。というわけで、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。